神明、雪来る前の高原の話。それは険しい山のふもとの荒野の出来事であります。山からは石炭が掘られました。それをトロッコに乗せて火に幾度ということなく高い山からふもとの方へ運んできたのであります。コロッコロッコーという音を立てて石炭を乗せた車はレールの上を滑りながら走って行きました。その度に箱の中に入っている石炭は美しい歯を光らして面白そうに笑っていました。私たちはあの暗い寒い穴の中から出されてこの明るい世界へ来た。目に映るものは何一つとして珍しくないものはない。これからどこへ怒られるだろうと同じような姿をした石炭は語り合っていました。だんまり箱はこれに対して何とも答えません。むしろそれについて知らないと言った方がいいでありましょう。しかしレールはそのことをよく知っていました。なぜなら自分の作られた工場の中にはたくさんの石炭を見て知っているからであります。今石炭が行く先をみんなで話し合っているのを聞くと一つ喜ばしてやろうとレールは思いました。あなた方はこれから賑やかな町へ行くのですよ。そして働くのですと言いました。石炭は不意にレールがそう言ったので輝く目を見張りました。私たちは工場へ行くんですか？そのようなことは山にいる自分から聞いていました。それにしてもなるだけ遠いところへ送られて行きたいものですね。いろいろな珍しいものをできるだけ多く見たいと思います。それから私たちはどうなるでしょうか？知ってはいられませんか？と石炭は尋ねました。レールは考えていたが、あなた方が真っ赤な顔をして働いていなされたのを見ました。そのうちに見えなくなりました。何でも次から次へと空へ登って行かれたということです。考えるとあなた方の一生ほどいろいろと経験なさるものはありますまい。私たちは永久にこのままで動くことさえできないのでありますとレールは言いました。石炭はトロッコに揺られながら考え顔をしていました。なんとなく全てを本当に信ずることができないからでした。その時、傍らの赤く色づいたツタの葉の上に一匹の蜂が休もうとして止まっていましたが、トロッコの音がして眠れなかったので不平を言っていました。なんというやかましい音だろう、びっくりするじゃないかと蜂は言いました。安心して止まっていらっしゃい。天気がこう悪くてはどこへも行かれないでありましょう。野原は寂しいに違いない。遅咲きの林道の花ももう枯れた自分です。そしてあの空の雲行きの早いことをご覧なさい。天気の良くなるまでここに泊まっていて、太陽が出て暖かになったら里の方を指して飛んでいらっしゃいとツタの葉は親切に言ってくれました。若い一本の杉がツタとハチの話をしているのを冷笑しました。トロッコの音にたまげたり、これ式の天気に怯えているようで、この山の中の生活ができるものか。もっとももう一度嵐が来たなら、ツタなどはどこへか吹き飛ばされてしまうであろうし、あんな小鉢などは凍え死んでしまうことだろう。この俺は嵐と吹雪に戦わなければならない。そしてもうおそらく過ぎ去った夏の日のように銀色に輝く空の下でまどろむということは、また来年まではできないであろうと杉の木は言っていました。赤くなったツタは勇敢な若い杉の木の言っていることを聞いて、なんとなく年取ってしまった自分の身の上を恥ずかしく感じたのであります。何もこれに対して言うことができなかったのでした。そして杉の木の言うように、今夜にも凄まじい嵐が吹きはしないかと身震いしながら空を仰いでいました。赤い葉の表に止まっていた小鉢は飛び上がってつい近くを走っていった石炭の上に止まりました。この黒いピカピカ光るものは何だろうと思ったからです。石炭はニコニコとして黙ってこの小さな生き物の動く様子を見守っていました。ハチは石炭の匂いを嗅いだり、また小さな口で舐めてみたり、どこから来たかを自分の小さな感覚で知ろうとしました。しかしそれは分かるはずがなかったのです。
レールはまたこの鉢をよく見知っていました。なぜならこの小さい敏捷な透き通るように美しい翼を持った鉢が常にこの金棒の花から花を飛び回っていたからです。夏の初めの頃に鉢は他の鉢たちと共同をして一つの巣を花の間に作っていました。そして蜜を求めに彼らは毎日遠くまで出かけたのでありました。朝日の細い鋭い光の矢が花と花の影の間から差し込む時分になると、彼らはレールの上をそれについて南へ北へと飛んでいったのをレールは見たのでありました。蜂たちが至る所の花に止まって産まずに蜜を集めている間に太陽は高く上がりました。そしてトロッコの音がしてレールの上が熱くなり、銀のように白く光る風が高原を渡ったのであります。毎日彼らは同じように働きました。このうちに巣の中に産み落とされた卵が孵化して一匹の蜂となり、めいめいはいずこへとなく飛んで行きました。またわずかに残った蜂は夏の終わりまで同じところを去らなかったのであります。花は季節の移りとともにだんだん少なくなり散って行きました。蜂はレールの上に止まって日の光を浴びてじっとしていることもありました。もうじきにトロッコが来ますよ。ドレールは眠っている蜂を揺り起こしてやったこともあります。蜂は飛び去りました。空の色は青々として晴れていました。蜂はどこへ行っても自由であったのだけれど、やはりこの辺りから去りませんでした。高い山には秋が来て、早くも冷気の立つのがずっと里の方よりは早うございました。いろいろの虫が自分たちの身の上を悲しんで鳴いています。けれど蜂はその地面を張っている虫のようには悲しみませんでした。どこへなりと飛んで行こうと思えば行けたからです。けれどやはり彼は古巣のかかっているところを恋しがっていました。夏の初めの自分にはどんなに自分たちは楽しかったろう。この辺りは自分たちの朗らかに歌う歌の声でいっぱいであった。そして紫や赤や青や黄や白の美しい花たちはいずれも自分たちの姿を褒めはやしたものだ。そして少しでも長く自分のところにいてもらいたいと願ったものだ。しかしもう自分たちの仲間は散ってしまった。美しい花はとっくの昔になくなってしまった。けれどなんでもう一度ああいうことが来ないと言えよう。蜂にはこんなことも空想されたのでした。太陽がだんだん方向を変えてレールの上が陰り、地の上が冷たくなって、下の枝には終日日の当たらないことがあるようになってから、彼は高い枝に絡んだツタの葉に止まっていたのでした。いつしかそのツタの葉もまた赤く色づいてきたのであります。しかし優しいツタの葉は自分のやがて散ることも忘れて常に蜂を慰めていました。もうじきに太陽が上がりますよ。そうすると暖かになりますとツタの葉は言いました。であるのに絶えず杉の若木は周囲の草や木や虫などを笑っていたのです。俺は一人戦わなければならない。みんなが意気地なく枯れたり散ったり死んだりしてしまった時、吹雪と嵐に向かって叫び戦わなければならないと誇り顔に言っていました。しかし誰もそれに対して反抗するものはなかったのです。すべて杉の若木の言う通りだったからです。石炭に止まって蜂がじっとしていると、私たちと一緒に町へ行きませんか。私たちはどうせ工場へ連れて行かれるだろうけれど、あなたは町へ行ったら自由にどこへでも飛んで行きなさるがいい。町は賑やかで暖かだということを聞いています。私たちもまた町へ初めてだが、そこは明るくていろいろな美しいものがあるということです。私たちと一緒に行きませんかと石炭は蜂に向かって言いました。蜂は考えました。自分はあまり寒くならないうちに隠れ場所を見出さなければならないが、この野原の中にしようか、それとも石炭が行こうとしている町にしようか、もっと考えてみなければならない。年取った仲間は冬の雪のある間を寺の日差しの下に隠れ場を作って入っていたというから、この辺りは雪が深く積もって適当な場所が見出されないかもしれない。
なるほど、石炭の言うようにこのまま町へ行くとしようかと、美しい翼を震わして蜂は考えていました。この時トロッコの上に乗っていた労働者は蜂に目を止めると、この辺りに巣があると見えていつか俺の足を差し上がった殺してくれようかなと言って足を上げては蜂を踏み潰そうとしました。しかし蜂は危ないところを逃れて飛び立ちました。その後で石炭がとばっちりを食って大騒ぎをしていました。蜂はレールについて元の場所へ帰ろうと思いました。そこには優しいツタの葉が待っていたからです。蜂はレールについて飛んでくるうちにレールが苦しそうに身を曲げて地面を張っているのに初めて気がついて、なんであなたはそんな様子をしているのですかと蜂はレールに尋ねました。レールはものすごい目つきで蜂を見上げて、私がこうして苦しんでいる姿は今初めて気がついたのですか。もう長い間ここにうめいている、それも老いぼれた釘目がしっかりと私の体を押さえていて離さないからだと恨みがましく答えました。蜂はこんな強そうに見えるレールにもこうした悩みと苦しみとがあることを初めて知ったので、なおも司祭にその様子を見届けようと思って釘が押さえているところへ行ってみました。なるほど、赤く錆びた老いぼれた釘が一生懸命にレールを押さえつけているのでした。蜂はそこへ飛んできて止まると、なぜあなたはそんなにレールも押さえつけているのですかと尋ねたのであります。俺は人間から言いつかったことをしているのさ。しかしあなたとレールとは元同じ一家ではありませんか。兄弟と言ってもいいでしょう。とハチは同じ鋼鉄でできていたからそう言ったのです。しかし俺が人間から言いつかったことを忘れて手を離したら何か悪い結果になりはしないかと心配するのだと赤く錆びた釘が言いました。だがあなたはだいぶ年をとっていられますから少しぐらい休まれたって誰も不思議とは思いますまいと蜂は答えたのであります。錆びた釘はなるほどというような皮つきをして蜂の言うことを聞いていました。蜂がやがて赤いツタの葉の上に戻ってきました。ツタの葉は空を見上げながら、また嵐になりそうですねと心配そうな顔つきをしていました。一人杉の若木は傲慢に強そうなことを言って威張っていたのであります。赤錆のした釘は蜂の言ったことからつい気が緩んでレールを押さえつけていた手を離しました。するとレールはすかさずに曲げていた体を伸ばしたのです。この時トロッコが他の石炭も積んで山から下ってきました。ツタの葉の上に止まっていた蜂は、戦国の石炭は今頃どこへ行ったろう、町の工場へまだ着くまいと思っていた瞬間にトロッコが脱線して異様なことを立てたかと思うと、こちらへ滑ってきて杉の若木の傍らにひっくり返ったので、杉の若木は石炭に押されて曲がってしまいました。不意の出来事に驚いて蜂は前後を忘れて彼方の大きなハンノキのところまで逃げてしまいました。その晩、真っ白にこの高原には雪が降ったのであります。小川未明、雪来る前の高原の話、読み切り。